金沢市立弥生小学校は石川県金沢市弥生にかつてあった公立小学校。2008年7月28日に発生した浅野川の水害と小中学生による復旧作業を教訓に金沢市では7月28日を全市児童生徒ボランティアの日に指定してボランティア活動を推進している。弥生小学校は金沢市立野町小学校。 中村町小学校、泉中学校と連携した活動が行われていた。また、2009年には、動物愛護、世界遺産教育、環境教育、平和教育を主な取り組みとして、ユネスコスクールに指定された。金沢市内の小学校では、各校で独自に通知表に改良が施されている。弥生小学校では、A4 班の全12ページからなる。 数値表が6月11月2月の下旬に児童へ配布された。各教科科目の評価はアルファベットや数字による判定ではなく文章として記述されていた。春には毎年官王会が開催された。これは児童が合唱やダンスを披露し、高齢者が昔ながらの遊びを教えるといった児童と地域の交流会であった。 石川県市販学校付属小学校を前身とする。1940年代に金沢市では児童数の増加が見られており、金沢市立弥生小学校はそれを受けて1950年に金沢市立野町小学校から分離して開校した。1959年にはそれまで使用していた市販学校付属小学校時代の校舎が火災で全焼し、 1960年に新校舎が建設された。市販学校付属小学校の象徴であった双葉像も有志により新たに制作された。市販学校時代の主営者は校庭に移築され、触れ合いの家へ転用された。触れ合いの家には市販学校時代のオルガンなどの備品が収蔵された。1991年には6年生の女子を対象に 記録映像を視聴した際の練習成果への影響について、金沢工業大学などにより研究が行われた。2009年からは、全市児童生徒ボランティアの日で、金沢市立野町小学校、中村町小学校、泉中学校と連携と連携、また同年にユネスコスクールに指定。児童数の減少が見られ、2014年に野町小学校と統合する形で廃校となった。 開校以降排出した卒業生は約8000人に上った。開校された金沢市立泉小学校は野町小学校の校舎を転用しており、弥生小学校の跡地は金沢市立泉中学校と共に整備される予定。ありがとうございます。